頭部管という、口を当てる部分ですね。ここを使って、音を鳴らすところから始めます。こうやって、こういうふうに音が鳴るようになったら、組み立てて、組み立て方ですねをレクチャーして、でそれで今度は構えてみて音を鳴らします。で、一番簡単な、ソの音とかから始めて、こういうふうになるようになったら、どんどん指を覚えてって、曲をちょっと簡単なものから始めたりする感じですかね。そうですね、小学生からシニア世代まで、本当幅広い、ソの年代の方に、通っていただいてます。ですね、一人一人の、そのお一人一人一人のペースに合わせて、例えば指回しが苦手とか、音がきれいにならないとか、そういった個々の悩みに合わせたレッスンをしています。フルートに興味を持っていただけましたら、ぜひ、お待ちしておりますので、お気軽にいらしてください。